はい、どうも、うみです。本日は指切りエンシェントというゲームをやっていこうと思います。はい、こちらのゲームはですね、もうタイトルの雰囲気から感じ取れるようにヤンデレゲームですねはい、もうここに鎖やら血やらね、このタイトルでビシーこう切れ目があるからね、これはもうヤンデレしかありえんよこれでゆるふわ平和な物語だったらもう怖いもんはい、ということで私の大好きなヤンデレ系ゲームですね。暴力表現というか流血シーンがあるらしいのでね、苦手な方はね、もうご注意ください。15歳以上が対象らしいので、ではやっていこうと思います。思い出っていうのはスチルとかなのか、あーなんか人物メモとかある。ちょっとまずそういうのは見ずにやった方がいいですね。はい、では初めからやっていきましょう。あーもうなんかいろいろ鎖で繋がれてたね今一瞬だけ見えたけど、ん、指切りゲーマン、嘘ついたら針千本のまず。そういうこと？指切り。エンシェントってどういう意味なんだろう？昔から俺はモテた。あ、そう。あの真ん中にいた子ね、女の子に見えるけど、男の子らしいんですよね。すごいモテる男の子らしいです。これは誇張でも、自意識過剰な自己認識でもない。本当に俺はこの世の女性すべてを引きつけてやまない体質なのだ。ちょっとそれはそれでめちゃくちゃ大変そうですね。全員からモテるはちょっと大変よ。やばい人からモテるってことじゃん。生まれた時から周囲の大人たちを虜にして、下にも置かない猫可愛がりを受け、幼稚園に入園して以来女の子から告白されることなんて日常茶飯事すぎて、もはやその回数すら覚えていない。そんなにモテる？本当にこういう人っているのかな？もう本当一日一日も告白されるみたいな。おいも若きも、俺を見れば目の色を変えてすり寄ってくる。すごい才能ですね。俺のためにいろいろ尽くす。そのせいか男どもからはあまり好かれていないようだったが、まあそうよね、世の女性全員持ってかれたらそうなっちゃうよね。あまり興味もない。全女性からの支持を得ているというその一点で俺の人生はイージーモードだ。いやー、やばい人から好かれちゃったんだよね今回は。せいぜい妬むがいいさ、負け犬どもめ。あーでもね、かっこいいね。かっかっこいいし、なんか女性にも見えるような中性的なかっこよさっていうか、これはモテますね。あの先輩好きです。これがヤバい女 A ね。付き合ってください。ほら、あ、かわいい、あ、かわいい、ヤバい女でもかわいい。お前らがどんなに吠えようが、お前らが欲しくてたまらなかったものはこうして俺の目の前にやってくるんだ。本当に滑稽な話だ。この子、モテモテな女の子なのかな？高嶺の花的な存在？ここに来る直前、教室で陰湿な野郎どもが俺の悪口を言っていたのを思い出しながら、目の前の顔を真っ赤にした少女を見る。慣れきった儀式だ。もはや、こちらには何の考えも浮かばない。自分で好きな人はいないのかな？自分から好きになった人は。冷静な視線で目の前の人物を観察する。朝下駄箱に入っていた手紙でここに呼び出されたので名前は知っている。鳥の月子ちゃんだったか。覚えがないな。おそらく委員会か何かであったんだろうが、そんなのはいちいち覚えていない。先輩と呼ぶからにはこいつは後輩か、大方席が隣だったとか、そんなんだろう。もう一目惚れしちゃうんだよねみんな。まつげ長いな。まつげ長うらやま。年下ということもあってか、全体的にちんまりとした女だ。ちんまり。茶色いボブヘアは可愛いが、他は人並みの容姿だ。うわー、なんかすごい上から目線ですね。6、15点くらいか。まあ、そう、モテすぎたらこういうことになっちゃうのかな。本来ならば付き合ってやる義理はないが、そろそろ今の彼女も限界が来るはずだ。何？今彼女いるの？次の相手が見つかるまでのつなぎとして使って、あーやばい、ちょ、いくらモテるからといってそういうの良くないよ、女の心を遊ぶのは。いいぜ、付き合ってやるよ。せいぜい俺に尽くすんだな、月子を。こんなん言われたら即、あ、無理ですってなるんですけど、私だったら。ゆきた、ふうたくん。俺の体質に踊らされた滑稽な女を笑うように、そう言ってやれば、了承の返事しか聞こえなかったかのように、月子は幸福そうに笑った。あ、ほんとはめちゃくちゃ笑ってる、かわいい。恋は盲目、なんて。バカじゃないのか。
か。わあ、でも見下してる感じありますね。まあ、モテてたらそうなっちゃうのが別れを。あのキープしてたもんな。返事をした後、キープってか今の彼女が、一緒に帰ろうとめんどくさいことを言う月子が荷物を取りに行くのを待っている間に、俺は彼女、いや元彼女へと電話をかけていた。付き合っているうちに名前をうっかり忘れてしまった。マジでそこまで。外見はそこそこ良かったのだが、やたらと声が甲高く、いちいちうるさいのが難点だった。もっとも最近ではすっかりとその元気がなりを潜めて、いつも何かに怯えるようになっていたが、は？ふ？今も電話から聞こえる声は暗く湿り気のあるような小さな声だった。なんで元気なくなったの？わかった、別れるわ。私ももう無理だもん。それじゃね。なんでなんで？あープープーの音でか。どこか安堵すら見えるようなそんな様子で通話は切れた。え、女の子も無理って思ってたんだ。ツーツーと耳障りな音を放つ端末を黙らせて、俺は少しだけ眉を潜める。俺と付き合った女はいつも最後にはこうなる。不幸になっちゃうってこと？早い時には1週間、長く続いても半年がせいぜいで みんな憔悴して、それに苛立った俺が別れを切り出すことになる。時には別れてくれと懇願されることもあった。やっぱモテすぎてとか、まあこのフータの態度も良くないもんね。俺の性格が原因かと思ったが、改める気もしない。俺は女に困ることはないのだから。お待たせしました。それからほどなくして月子は現れた。かわいい。慌てて用意してきたのか、息が切れている。でもヤンデレだよこの子。俺はそれをチラリと視線を投げて確認した後、体重を預けていた門柱から背を離す。はい。遅い、帰るぞ。そんな、今日付き合ったばっかでしょ、一日目でしょ、そんな言い方ってある？ちょっとそれは言い過ぎよ。歩き出せば月子は小走りで隣に並んだ。うわ、歩くペースも合わせないんだ。でもなんかこの照れてる月子可愛いな。歩幅が違うので少し歩いては小走りで追いつくというのを繰り返して、月子は恥ずかしそうに笑う。ずっと好きだったので嬉しいです。本当に夢みたい。そんな月子の様子を俺は、お記録か、記録セーブ、少し好ましく思った。冷めた目。これどっち？好ましく思えば、まあ、ハッピーエンドに行っちゃったりするのかな。じゃ、冷めた目で見るか。まずはバッドエンドっぽい方から。ずっと冷めた目で見下ろした。聞き飽きた言葉だ。今更何も思うことなどない。みんなそういう台本でもあるかのようにこう言うが、ずっととはいつからのことなのだろう。まあ、冷めてますね。ずっとは人によって違う。確かに。人によっては10年単位だったり、1年だったり、下手したら1週間なんてこともあった。1週間はさすがにさ、ずっとって言おう。でも人によってはそうなのかな。これほど信用のならないものはない。時間の長さが思いの強さとは思わないが、それでもずっとというのなら数年は思っているべきだ。そんなことを考えて、ふと幼少期に指切りをした記憶が頭をよぎる。ああはい、最初のね。確かあの時も告白を断ったら、ずっと諦めないからと言われたのだった。はいはい。あれは誰だっただろう。それがもう一人の子だったり。もし今でも諦めていないとすれば、それこそずっとに当たると思うのだが。完全に上の空で歩く俺の隣を、相変わらず少しはにかんで月子が歩く。それがまさかの月子の可能性もあるね。そうして俺たちは特に何かを話すでもなく、ただ歩き続け、ついには俺の家へと着いたのだった。はいはい。家について送らないの、彼女のこと。あ、ここ先輩のお家ですよね。俺が足を止めるよりも早く、月子がそう言って足を止めた。なんで家知ってるの？怖いよ。家を教えた記憶はないが、俺の様子で分かったのか、と少しだけ驚きながら俺はうなずいた。いやー怖いね。この純粋無垢な瞳がとても怖く見えてきた。そうだな。月子の家は、ここから遠いのか？特に何も考えることなく一緒に帰ってきてしまったが、月子の家はどこなのだろう。反対の方向にも関わらず、毎日俺の家まで一緒に来て、それから自分の家に帰るような女がいたと思いながら尋ねる。あ、そんな子も過去にいたの？わ、すげえ。愛ってすごいな。さすがに、ああいうのは重い。
そんな俺の思いが通じたのか否か、月子はゆるく頭を振って笑った。いいえ、この先を少し行ったところです。そんなに遠くはないですよ。そうか、送ってほしい。なんで聞くの？送ってほしいって。送ってよ！今までの恋人たちが求めてきたことを思い出して、そう提案すると、月子は少しだけ焦ったように両手を振る。いいえ、本当に近くなんで大丈夫ですよ。先輩にそんなことまでしていただくわけにはいきません。ここまででも十分、先輩を堪能させていただきましたので。今のところなんかただのピュアな女の子って感じですね。また明日お会いしましょう。あ、かわいい。そんなことを言って、頬をそっと染めた月子は、そのまま俺に背を向けて小走りで俺から離れていく。途中、一度だけ振り返って恥じらいながら小さく振られた手に、俺も緩く手を振り返してやった。月子が、カードを曲がって、その背中が見えなくなって、中途半端に持ち上げていた手は、俺は下ろす。あ、でも、曲がり角で見えなくなるまで見送ってくれるのは、なんか優しいね。初めて付き合うタイプだと思った。あそこで断る子が今まで初めてだったのかな。付き合ったからにはと大体何か求めてくるものだが、月子はそうではない。はいはいはい、何も求められないのは少しだけ新鮮だった。気楽なのかな。さて、家の中に入ろうと小さな門扉へと手を伸ばす。これの門扉って読むんだ。キーと門扉が小さくきしんだ音を立てた。おかえり、ふーちゃん。誰？途端、そう声をかけられる。ふーちゃん。はぁ！ああ、もう一人の女が来た。ツインテちゃん。おさげ、かわいい。声の方へと振り向けば、すぐそばに隣の家に住む花が立っていて、俺は少しだけ驚く。隣人さんなの、この子は。やばいんじゃない？あんなの見られたら。いつの間に来たのだろう。花、お前よく俺が帰ってくる時がわかるな。花はいつも習い事だった。とかなんだとかで早々と帰る。うわ、なんか名前も覚えてもらってるし、さすがに隣の家だからかな。そのくせいつもこうやって俺が帰ってくるのを出迎えるのだ。俺が帰ってくる時間なんてまちまちなのにもかかわらず毎日。花の母親が話していたが、家で受けている習い事を中断してまで来ているようだ。それはやばいでしょ。マジで愛情深すぎん？何がしたいのだか、まるでわからない。もうストーカーになってるってそれ。だがそんな俺の思いとは裏腹に、花はニコリと微笑んだ。わかるよ、ふーちゃんのことだもん。そうか、それじゃ俺家入るから。花の笑顔に居心地の悪いような思いがして背を向ける。じゃあさっきは彼女といたのも見られてたんじゃない？今度こそと門扉を開いた俺の背に花の声が追いかけてきた。ねえ、ふーちゃん。なんだよ。まだ用があるのかと振り返れば、花は笑んだまま小さく小首をかしげる。今の子、新しい彼女？あー、怖いよ。目が怖いよ、これ。どうする、どうする、どうする。肯定するか。まあ一応、付き合ってるし。そうだけど。そっか、わかった。ありがとうね、ふーちゃん。別に隠すようなことで、隠しちゃ、でも、隠さなかったら、あの女の子が危なくなっちゃうのかな。何の手らいもなく、うなずくと、花はそう言って、ひらりとこちらへ手を振った。もう、特に聞きたいことはないらしい。それならば、と、玄関までの短い距離を歩いて、なんとなく振り返る。花はまだ俺を見ていて、パチリと目が合った。こーわっ。また、習い事抜けてきたんだろ。俺も中に入るから、さっさと戻れ。なんだか気まずくて、そう言って追い払うように手を振る俺に、花はふふっと嬉しそうに笑みを漏らす。わかった。じゃあね、ふーちゃん。ふー、怖い！どこか弾んだようなその言葉を背中で聞きながら、扉を閉めた。こうやって花と別れて俺の一日は終わる。毎日？それはずっと昔からのことで、もはや習慣のようなものになっていた。わ、これ、花じゃないの？指切りげんまんしたの。指切りげんまん、嘘ついたら針千本のます。ねえ、約束だよ。怖いなぁ、文字の出方。にじみ出す違和感。朝、家の前。おはようございます、先輩。家を出ると月子がそこに立っていた。迎えに来てくれたんだ。家を出る時間など昨日行った覚えはないのに、いつからそこにいたのだろう。もう怖いんだけど、なんてそんなに
花もさ、この子も月子もさ、なんでわかるの？浮かんだ疑問は、けれど眠気に負けて口にすることはなかった。はよ、行くぞ。はい。あくびを噛み殺しながら存在に行って歩き始めた俺の後ろ、月子がついてくる。いやー、これハッピーエンドあるのかな？昨日と同じくちょこちょこと早足で横に並ぼうとする小動物のようなその姿に、寝ぼけた頭でなんだか懐かしいと思った。そういえば昔、花もよくこうして俺の後を追いかけてきていたのだ。あ、やっぱそんな昔からの幼なじみなんだよね。家も隣だったし、親が仲が良かったこともあって、花とはよく遊んだ。え、その約束したのが花だってことは覚えてないの？いや、一緒に遊んでいたというよりはついて回られていたという方が正しい。花は基本的に一人で何かをする俺についてきては、俺のやっていることを真似したり、俺のやることを脇でひたすら見ていたりしていた。それで楽しいのかと問えば、花は満面の笑みでうなずくのだ。そんな花との交流とも言えないようなものは、小学校に上がってから徐々になくなった。他の女子たちに構われるようになって、花と話すこと自体が減り、今では花と会うのは帰宅した時のあの時間だけ。幼馴染なんて言ってもこんなものだと思う。先輩って朝弱いんですよね。コーヒーいかがですか？コーヒー、高校生でコーヒー飲めるの？大人ですね。月子に声をかけられ、はっと我に帰る。月子の方を見やれば、その手にはいつの間にかコーヒーの缶が握られていた。俺がぼんやりしている間に買ったのか。ブラックじゃないだろうな。ブラック、あ、カフェオレね。あ、カフェオレだったら飲めるね。大丈夫ですよ。ちゃんとカフェオレです。目を細めて缶の文字を読み取ろうとした俺に、月子は薬と言われた。カフェオレをコーヒーって言わんでほしいな。受け取ってみれば、俺がよく買っているものだ。開けて口をつければ慣れた甘みが下に広がる。一息にそれを飲み切って、空いた缶を捨てるところを視線で探せば、再びスッと手が差し出された。私捨てておきますよ。うわ、絶対その缶捨てんよ。保存してるってジップロックにね、しまって。おう、そこまでされるとさすがに悪いような気がしてためらったが、結局空き缶を持っているのもだるくて月子に渡す。すると月子はなぜか嬉しそうに、それを自らのカバンへとしまい込んだ。あー、コレクションされた。学校で捨てるのだろうか。その様子を何とはなしに眺めていると、月子はなぜか慌てたようにカバンを閉める。それからそうだとやけに明るい声を上げた。先輩は今日の1時間目何です？眠いなら数学とかじゃないといいですよね。突然の話題にぼんやりと昨日教室で最後に見た時間割を思い出そうとするが、うまくいかない。私一番眠くなる授業、英語とかの方が眠くなってた気がする。いつも教科書は全て教室に置きっぱなしだから、あまり時間割を意識していないのだ。宿題とかは大体女子の誰かが見せてくれるし、意識するきっかけもない。うーわ、もう利用しまくりじゃん。俺は思い出すのを早々に諦めた。なんだったっけ、わかんねえ。そういう月子は、なになになに、なんで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 、時間割聞いただけだよね、なんで。会話の流れで何気なく返した問いに、月子がピタリと足を止める。どうしてヤンデレな目になった？どうした？いいえ、なんでもありません。私も忘れちゃったみたいです。不思議に思って振り返れば、月子は何事もなかったかのように小走りで再び隣へと並んで笑った。けれどそのどこか温度を感じないような笑みに、飲み込んでしまったような魚の小骨のような小さな違和感を覚える。うわ、なんか表現がおしゃれ。めちゃくちゃいいね、これ。すごい違和感ですね。口にしようとしたが、それは月子の明るい声で遮られた。先輩、今日も一緒に帰りましょうね。なんだったんだろう。私諦めないよ、頑張るから。だから大きくなったら。何、どんどんちょっとずつ思い出してる。知らない顔、やらかした。昼休みの寝ぼけまなこをこすりながら、自らのカバンを覗き込んで、俺は舌打ちをこぼした。いつの間にか入れられた抽象の手紙とラブレターはどうでもいいとして、そこにいつもあるはずの財布がない。あー、財布忘れちゃったっていうか、抽象の手紙、男たちからのってこと。財布はどうしたのだったかと記憶をたどって、そういえば昨日家に帰ってからテーブルの上に放り投げたのだったと思い至る。これでは昼飯が買いに行けない。
その辺の女に言えば飯くらい誰かしら用意してくれるはずだが、これで勘違いされても後が面倒だ。昔一回やったら数日パンの山に襲われてひどい目にあった。そこまでか、すげえな。後腐れのない都合のいいやつはいないだろうか。うわー、言い方が嫌だけど、まあここは恋人の月子っしょ。ここはね、一旦。そうだ、月子がいたんだった。考えてみればそういった面倒を避けるために彼女を作ったのだ。一年の教室まで来るのは面倒だったが、まあ仕方がない。一年の教室行ったらキャーキャーなるんじゃない？さてあいつは何組だったかと記憶を探ろうとした。そういえば聞いていなかったのだと気がついた。しまった、これでは俺の昼飯が危ない。おいそこの前。苛立ってろくに顔も見ずに近くを歩いていたジャージ姿を呼び止める。突然上級生に声をかけられたことに怯えたのか、びっくりと肩を跳ねさせて小柄な影が振り返る。初対面の人に話すときぐらいはね、ちゃんと言葉遣い気をつけよう。その顔を見て俺は思わず眉を潜める。くそ、男かよ、めんどくせえ。何ですか？俺を見上げるその瞳に見えるのはわずかな剣を、敵意。男から必ずと言っていいほど向けられる。それは慣れてはいたが、あまり心よいものではない。一年にも広まってるんだ。手短に用事を済ませるに限る。お前さ、月子何組か知らね？あー、鳥の月子。鳥の？忘れかけていた名字を何とか絞り出して聞いたのだが、相手の反応はあまり芳しいものではなかった。頭をひねるようにしてしばらく考え込んでいたが、やがてごそごそとポケットを探り、くしゃくしゃになった一枚の紙を取り出す。それをしばらく眺めて男はやっぱりとこぼした。何？おい！え？そんな人、どこのクラスにもいませんよ。は？そんなわけねえだろ。本当ですよ、ほら。なんで僕が嘘つかなきゃいけないんですか？予想外の言葉に声を上げた俺に、ムッとした男がその紙を突きつける。見れば、それはオリエンテーションか、なんかの名簿でずらずらと A から D のクラスの人間の名前、よくもう偶然持ってたね。めちゃくちゃ優秀じゃん、この子。面倒に思いながらも、そのリストを頭から目で追って。男の言葉通り、紙の終わりまで、確かに月子の名前が見当たらないことを確認した俺は驚く。怖い！怖いよ。見落としたのかと思って、二度三度見返したが、月子の名前は何度探しても見つからない。部外者だったってこと？確かにあいつは俺のことを先輩と呼んでいた。俺は2年だから、学年違いというわけではないだろう。制服も一緒だったのかな？制服も、ああ、やっぱ、このを着ていたから、他校の人間というわけでもない。それならなぜ、ここに名前がないのか。どうして？知りませんよ。覚え間違いか、なんかでしょ。それじゃあ僕はこれで。戸惑う俺を置いて男は髪をしまい込んでさっさと背を向けていってしまった。固く突き放したような声に苛立つことも忘れ、俺は月子の名前がなかったことに呆然とするだけだ。結局俺は昼飯を食べ損ねる羽目となった。うわ、学生の昼飯抜きはきついよ。約束だから絶対忘れないで。これ月子説あるな。じゃあその約束崩壊の、あやばい、崩壊の時。ただ面倒なだけの授業が終わり、部活に向かう奴らを横目で見ながら校門までの道をたどる。花はチャイムと同時に教室を出て行ったから、今日もきっと習い事があるんだろう。でもいるんでしょ、帰ってきたら。ゆきたくん、私たちと一緒に帰らない？どっか遊びに行こうよ。ねえ、愛と別れたんでしょ？ならいいじゃん。もう次の彼女できたから、じゃあな。一緒に帰りたがって騒ぐ女たちを軽くあしらい、校門を出る。あ、そこ、え、どうしたの？噂をすればと言った具合に月子がいてバッチリと目が合った。怪我してるけど大丈夫？パーッと月子の表情が明るくなるのがわかる。先輩、帰りましょう。お、っていうか、なんだそれ。弾んだ声について答えて、けれど月子の、風体を見て俺はギョッとしてしまった。スカートから伸びる右足には包帯が巻かれ、あ、足は見えないか。手や足首などあちらこちらに絆創膏が散っている。頬には大きな湿布まで貼ってあって、まさに満身創痍の体をなしていたのだ。どれも朝見た時にはなかったはず。確かに朝も一緒だったか。え、なんでなんで？え、さすがに機嫌に思って顔をしかめる俺に、月子は何でもないように笑う。ああ、これですか。ちょっと感触を起こしたメス猫がいますって。絶対これ人間のことだな。
なんとか対応してたらこんな感じになってしまったんですよ。メス猫、お前何やってんだ。告げられた理由がいまいち理解できずに、俺はそんな呆れた声を出した。何がどうなって猫に襲われる羽目になるのか、しかもそんな全身傷だらけになるほどの激しさで。あまり納得できるものではなかったが、月子がそう主張しているのをわざわざ詮索して無理やり聞くこともできない。第一、面倒だ。そう考えて俺は喉に引っかかるようになっていた疑問を半ば無理やり飲み込む。まあ帰るか。はーい、お供します。いやー怪しい。しばらく昨日と同じようにしばらく何も話すでもなく歩き続けていたが、半ばあたりに来たところで月子があっと何か思い出したように声を上げた。先輩、そういえば天場先輩と何か約束してます？天場？あ、花ちゃんか。花と約束？突飛な質問に首をかしげ、ここ最近の記憶を漁るが、約束なんかした覚えがない。何か忘れているのだろうかと少し考え込むと、何かが頭の隅をかすめたような気がしたが、思い出すその前に月子がそれを遮った。あ、やっぱ約束は花なのかな。あ、ないならいいです。変なこと聞いてすみませんでした。メス猫って花のこともしかして？お結局何だったのかは分からず、釈然としない思いでうなずく俺だったが、月子がそれからと続けた言葉にそんな思いは吹き飛んで目を見開くことになる。お昼のこともすみませんでした。先輩がお財布お家のテーブルに置きっぱなしなの知ってたのに、私代わりのお弁当とか渡すの忘れちゃって困ってましたよね。なんで知ってるの？なんで知ってるの？お家いたの？すぐに行けなくて悪いことしてしまいました。なんて当たり前のことのように告げられた。それはどう考えても月子は知り得るはずのない情報だったんだ。なんでそんなやばいこと言い出すの？それをなぜまるで見ていたように当たり前のことのように口にしているのだろう。呆然としているバカみたいに月子を見ていると、月子はポッと頬を染めてはにかんだ。あー、ヤンデレ目になっちゃった。先輩のことなら何でも知ってるんです。いいね、でもこの表情。だって大好きなんですもの。これくらいはしますよ。そう言いながらついと月子の指先が俺のタイピンに伸びる。いやー、近づいてきましたね。可愛いな顔。そっと丁寧に外されたタイピンの飾り部分を取れば、そこにはあからさまな機械が露出する。機械？わかりやすいのはこのマイクですけど。え？これで離れてる先輩のこともいつでもわかるんですよ。素敵でしょ？え？ GPS 的な感じ？いっそ誇らしげに言って、何の悪びれもしない月子の態度に俺はぞっと背筋が寒くなるのが分かった。だってそれは盗聴ではないのか、盗聴器か。そんなのいくら恋人でもやっていいわけがない。俺は月子のその行動に激しい怒りを、いや覚えるっしょこれは、怖いもん。まあ絶対ね、怒らない方がいいけど、激しい怒りを覚えた。知らない間に自身の生活が覗き見されていたのだ。当然だろう。胸に湧き上がる不快感のまま、俺は声を荒げる。ふざけんな！何勝手なことしてんだよ！自分ですら驚くような劇場に、けれど月子は不思議そうにキョトンとするだけだった。私、何か変なことしました？ごめんなさい。よくわかりませんけど、先輩の気分を害してしまったみたいで。あ、やっぱりまだお昼のこと怒ってます？知ってたのに何もできなかったから。でも困った先輩、珍しくて可愛かったです。はぁ、あ、月子は本当に自分のやっていることが悪いことだと分かっていないらしい。完全に的外れな答えを返し、しまいにはすっとんきょうなことを言って頬を染める始末だ。やべえな、言っちゃってる。あまりの話の通じなさに俺は愕然とする。呆然と立ち尽くすばかりの俺を見上げて、月子はニコリと笑う。何の陰りも横島様を含まない、いっそ幼ささえ感じさせる純粋なその笑みは、俺にとって狂気としか思えなかった。先輩、そろそろ帰りましょう。夕ご飯は先輩の好きなきんぴらだそうですよ。え、なんでなんでなんで？そんなまた知るはず、家にもたくさん盗聴器つけてるんか。言って月子がはにかみながら伸ばした手。あっ、その手を思わず強く弾いていた。やばい顔してるよ。先輩？信じられないものを見るような目をして月子がこちらを見る。じんじんと弾いた手が痛み、背中には冷たい汗が滲んでいた。一刻も早く逃げ出したいのに、どこへ行けば月子から逃れられるのかわからない。
どこに行っても月子の耳が目があるような気がした。そんなやり場のない恐怖と焦燥感に身動きが取れなくなった俺の耳にふっと慣れた声が滑り込む。あ、ふーちゃん、花、お前なんで。大丈夫、修羅場。振り返ってみればば、そこにいたのは花だった。見知った姿に少しだけほっとしながら、けれど家からまだ遠いこの場所に花がいることに違和感を覚える。そうだよね、いつも家の前にいるんだよね、確か待ち伏せして。だって花はいつも家の前で俺を待っているのに。遅いから迎えに来ちゃった。そんな、だっていつもは。どんなに遅くなったって今までそんなこと一度もしなかった。そう続ける前に遮るように花が月子へとすっと冷たい視線を投げる。もう近寄らないでって言ったのに、うちの制服まで来て嘘をついて付き合っておいて、その上ふーちゃんを困らせて。しかし対する月子はその視線の鋭さにもひるむことなく、さっきまでの明るさが嘘であるように笑った。近寄るべきじゃないのはそっちなんじゃないですか。恋人でもないのにつきまとって恋人たちを追い払って、自分勝手にも程があります。あ、今まで付き合った人たちがもう別れようってなるのは花のせいだったんだ。二人がすでにお互いを知っているようであることにも驚いたが、その言葉が俺の頭を揺さぶる。遅刻ばっかりじゃ怒られるでしょ。中学は義務教育とはいえ出ないと困るよ。そっちこそ説得はまだしも暴力は良くないと思いますよ。嫌がらせも相当えげつないものばかりだったし、あれじゃ病んで当然ですよ。やっぱ花にやられちゃったんだ。二人は一体何を言っているのだろう。まるで外国語みたいに二人の会話が頭に入ってこない。だってそれは自分が知っていた二人とあまりにも違いすぎたから。月子が中学生、あ、そう、中学生ってなんか言ってたね今。あ、花は恋人たちを追い払っていた？あ、じゃあ、高校生だよね本当は、この二人は。じゃあ、なんだ、中学生なのに高校生のふりしてきたってことか。そんなの知らなかった。二人の近くに俺はずっといたのに、どうして？愕然とする俺を置いて二人は尖った声で痛いくらいの冷たさでお互いを糾弾した、し合う。もう一度痛い目見ないとわからないの？おバカさんだね。それに嘘をついていたのに、ふーちゃんに許してもらえると思ってるんだ。そっちだってさっきの傷は決して浅くなかったはずですよ。やられてばかりだと思ったら大違いです。あと教えてあげますけど、先輩はあなたとの約束なんか覚えてませんよ。約束、その単語に花の表情が固まる。あー、花と約束、先ほども聞かれた、それが一体何だというのだろう。あ、わからないままにゆっくりと花のまっすぐな、ゾッとするほど底の知れない瞳がこちらへと向けられた。ふーちゃん、約束忘れちゃったの？ぽつりと一かけらの感情さえ乗らぬ問いに、得体の知れない恐怖を感じながら俺は答える。Oh my god. 知らん、知らん。まだ覚えてない？知らない、覚えてない。常とは違う。花へとそう答えると、脳には勇気が必要だったが、覚えていないものは覚えていないのだ。約束など言われても、一体いつのことか、どの内容だったのか思い出せない状態で、覚えているとは言えなかった。まあ、嘘ついたら後々怖くなりそうだしね。嘘だよね。わかってるよ、ふーちゃん。けれど、花はそんな俺の決死の答えをふわりと笑って否定する。あの女がそう言えって言ったんでしょ？かわいそうなふーちゃん。でも大丈夫。私がふーちゃんを助けてあげるから。違う。いっそ穏やかさすらにじませる花の言葉、狂気を帯びていた。慌てて首を横に振ったが、もう花に俺の言葉は届いていない。ふーちゃんに嘘をつかせて最低、もう許さないから。嘘だって思いたいだけでしょ。あなたの大切にしてた約束が先輩にとってはどうでもいいものだったと受け入れられないだけのくせに。あなたに何がわかるの？勝手に覗き見て全てをわかったつもりになって。あなたなんかふーちゃんにとっては替えのきくおもちゃでしかないのに。そのおもちゃにすらなれないくせに。ひがみも大概にしてくださいよ。いい加減にして。怒るよ。壊されたいの？こちらに直接向けられているわけでもないのに、嘲笑う月子の声が、冷たい花の声が俺の精神を徐々に苛んでいく。なんかかわいそうになってきたな。ちょっと涙目になってるし。どうしようもなく二人のことが怖くて仕方がなくて。
気がつけば俺はその場から逃げ出していた。もうダッシュだ、頑張れ、逃げろ。背中で花と月子の声を聞いたが、そんなものに構っている余裕はなかった。なんだ、なんなんだ、なんなんだよあいつら。あんな二人は知らない。俺を挟んで憎み合って、けなし合って、罵声と暴力を繰り返す二人なんか知らない。あんなのおかしい、狂ってる。今逃げてもどうにかなるわけではないことくらい分かっていた。何の解決にもならないのだと分かっていた。けれど俺はもうあんな異常を見せつけられたくはなかったのだ。くそ。大丈夫？家帰ったところで、だって家お隣さんに住んでるしさ、やばいでしょ。走って走って、そうして家へとたどり着く頃には俺の息はすっかり上がり、冷たい汗が背中を伝っていた。それでも見慣れた我が家の姿に束の間とはいえ、異常から逃れられたような気がして、ほっと息をついて門扉に手をかける。いや、来るよ。と、その時。ふーちゃん。なん、爆速だな、二人とも。なんで？え、どんな回り道？そんな近道あるの？先輩。背後から二人の声がして、振り返る間もなく、バチリと首筋に痛みが走って視界が安定する。逃がしてあげない。意識を失う直前、最後に聞こえたその声はどちらのものだったのだろう。何スタンガン持ってるの？ちゃ、来て。はい、先輩起きて、さい。二人ともいる。体を揺らすられながら声が聞こえて、泥のような闇の中にあった俺の意識はふわりと浮上する。ああ、霞がかった意識のまま、重たいまぶたを持ち上げれば、目の前に、満面の笑みを浮かべた二人の少女が座っていた。ふーちゃんおはよう。おはようございます、先輩。俺が起きたことを確認して、明るく挨拶をしてくる二人をぼんやりと見て、俺の意識は急激に覚醒した。気を失う前の記憶が、恐怖がぶわりと蘇って、全身を支配する。お前ら？家の前でそんなんしたけどさ、誰もお母さんとか、まあ、気づかんか家の前だから。とっさに二人から距離を取ろうと動かした体は、しかし、ガシャリ、しっかりかの？ガシャリという大きな金属音とともに、阻まれる。見れば全身のあちこちに枷や鎖がまとわりついていて、体の下にある無機質なパイプベッドへと縫い止められるように、俺は拘束されていた。あまりの異常な光景に理解が追いつかず、ほうけたような声を上げた俺をクスクスと花と月子はおかしそうに笑う。なんで二人とも仲良くなってるの？ふーちゃんかわいい。先輩落ち着いてください。二人とも目が大変だ。並んでそう声をかけてくる二人の間に、先ほどまでの嫌悪な様子はどこにもなく、まるで仲のいい姉妹のようですらある。今現状にそぐわぬそれが、なぜだかとてもつつもなく恐ろしいもののような気がして、俺は必死にガチャガチャと身を吸った。落ち着いていられるかよ。お前ら俺に何するんだよ。恐怖に声が震えぬよう吠えた俺の言葉に、二人は顔を見合わせてゆっくりとこちらに手を伸ばす。その手から逃れようとさらに暴れるが、約束はわずかも緩まない。約束、拘束が、さっきの。ちょっと待って、履歴。拘束だね。約束って言っちゃった。先輩、私たち考えたんです。二人とも先輩が欲しくて、どうしようもなくて、同じくらい手に入れたいと、そう思ってて。二人が満足するにはどうしたらいいかって話し合って、そうしてね、半分こすることにしたの。半分こ？半分こにするの？半分こ？言われた意味が分からず、オウム返しに言葉を返す俺に、二人はコクリとうなずいて、それぞれの指先を俺の体へと触れさせた。いいのそれで。私は手、足、顔を。私は胴体と頭を。言いながらその通りの場所をたどっていく指先は、冷たくどこか無慈悲で。それが何を指しているのか理解したくなかった。なんかちょっと頬をあからめてない？鼻の方。何を頬を染めちゃってんの？腐らないようにしてお人形さんにするの。そうしたらずっと一緒でしょ。結婚式だってできる。できん。脳も臓器も絶対に死なせません。その反応をずっと見てるんです。夢見るようにキラキラとした瞳ではしゃぐ二人の姿は狂気でしかなくて、ざーっと全身の血が凍ったような、そんな感覚に襲われる。大丈夫ですよ、すぐ終わります。そう言って月子が引き寄せたワゴンには、大小様々な刃物がギラギラと硬質な光を返してひしめいている。
それが何に使われるものか理解なんてしたくないのに、ガタガタと体が勝手に震え出す。嘘だろ、いや、いやだ、やめ。乾いた唇から情けない言葉が漏れたと同時に、瞳からはボロボロと涙が、かわいそう。おえつに喉すら震わせる俺に、花はそっと一本の針を通り出してみせる。いやー、いや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 、やばいやばいことしてる。ふーちゃん、大丈夫。チクッとしたらおしまいだから。最後に話せて楽しかったよ。ひたりと首筋に当てられた針は小さなものなのに、その存在がひどく恐ろしい。やだ、死にたくない、死にたくない。喉を動かさぬように突き上げた引きつった悲鳴は、けれど何の意味もなさなかったらしい。先輩、二人で愛してあげますからね。大好きだよ、ふーちゃん。またね。あお、ちょー。甘く狂った愛の言葉とともに、首筋にズキリと痛みが走って、俺はすべてを手放した。結末さん、分け合う愛の形。いやー、ムービー準備中。何ムービーで？エンディング的な？え、すごい。すごい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 。え、めっちゃオシャレなんだけど。ちょ、あんな残酷なね、エンド見せられた後にこんな綺麗なエンディング見せられるんだ。てか、これ血の雨？赤い雨みたいなの降ってるんだけど。血？これ。すごーすごいすごいすごい。髪長、え、めっちゃ髪長いね、主人公。え、髪きれ、めっちゃ美形じゃん、マジで。はい、花ちゃん、花ちゃんがメインなのかな。花ちゃんがさっきに出てきたけど、はいはい、まだ目に光がある時ですね。歌もあるの、すごいな。あ、月子の目に光があるの、ちょっと久しぶり。もう後半ずっと二人とも目に光なかったから。あれかな、私さ、どっちつかずな感じの回答してたじゃん。まあどっちにもいい顔してるというか、いい顔はしてなかったか。だからあの二人からやられるエンドになっちゃったとかあるのかな。あ、やっぱこれ花だよ。やっぱ指切りっていう歌だ。え、もうマジでこれ花ちゃんがなんかメインって感じしない？花ちゃんとのハッピーエンドがあるって感じなのかな。あ、なんか怖くなったな。急に怖くなっちゃった。ヒントコーナーが開放されました。え、何ヒントコーナーで？あれ？分岐の部分、どこで分岐するかみたいなこと？じゃあ今回はね、ちょっと一つエンド回収できたので、ここで終わろうと思います。まあ、なかなかにやばい二人でしたね。いや、相当やばかったか。